吉田さん、アントニオ猪木の姿、私ずっと見ていたんですよ、YouTube でね。今こういう時代なんだなというふうにいろいろと感じるところがあるのは、やっぱりね、病床からでもそのリングにいたあの鬼のね、闘魂、燃える闘魂アントニオ猪木は今リングを病院に移してね、ベッドの上から戦っているなというところでございます。最後に戦う相手は最も強敵、強大な敵である、それはもしかしたら病というものなのかもしれません。私たちは、あいつに勝ちたい、こいつに勝ちたいと人間同士で張り合っていますけども、最後には自らの体、病と戦う時が来るんですよね。そして人間というのは死に向かっていく、これはね、生まれた瞬間にみんなで負っている宿命だと思うんですよ。それがいつ迎えに来るのかわからない、その借り物の命ね。今生きてるっていうのも当たり前ではなくて奇跡なんですよ。次の瞬間この命が奪われても亡くなっても、それは受け入れなければならないっていうことなんですよね。だから生きてるうちに全て、生きてるうちが全てだと私は思います。また48になってもうすぐ49とか50が見えてる時に、どちらかというとね、残りの人生をどういうふうに過ごしていこうかっていう、まあそういうふうなね、焦りにも似た焦燥感に取られているわけなんですけども、でもこの適度な焦りがね、私の歩みを強めているのも事実なんですよ。例えば筋トレね、私45ぐらいから始めましたけども、あの時やっておいてよかったなと、あの時にやっていたから今その筋トレをするのに、健康を取り戻すための運動をするのにさほどストレスや抵抗がないんですよ。でも50歳になってやろうかな、やらねばならないなと思った時に、果たして体が動くかなと、その気になるかなと思ったら、そのアフィリエイトでも投資でも何でも同じですけども、先延ばししていい結果になることはないなと、むしろ今やることによってダメならダメってことをはっきりさせておいた方がいいかなと思ってるんですよね。あのね、アントニオ猪木さんは無敵の超人でしたけども、やっぱり今は病床にいて、元気ですか、123だみたいなね、そんな声ももしかしたら聞こえなくなるかもしれません。ただ映像の中にいつも私たちの青春時代を励ましてくれたあの猪木のね、赤いタオルは今でも光ってるんじゃないかなと思います。なんかね、覚悟しなければならないこともあるのかなと思いながらの動画の視聴でしたけども、まあきっとね、あの姿っていうのは、あの今でも戦い続ける姿っていうのは、私たちロスジェネ世代にもなんかこう心にね、灯してくれるものがあるんではないかなと、そのメッセージを受け取りながら今日も私はね、しっかりとやっていきたいなと思うばかりでございます。吉田さん、アントニオ猪木の動画よく見ましたね。もう顔なんてね、変わっちゃいましたね。そして動きもね、今だったら、今試合やったら私も勝てる感じかもしれません。ただ精神の戦いでは全然追いつかないですね、だから老いても衰えても精神はそれ以上に育っていくものではないかなと思います。人間ってのは感情の生き物でもあるのと同時に、神様が与えた本能の生き物ですから、その感情や理性が本能とどういうふうに立ち向かっていくのかによって、人生のデザインというのは決まっていくんじゃないですかね。本能のままに寝て、本能のままに食って、それも人生ではありますけども、ある時はね、本能に抗って自分の思い通りの人生をね、そして流れてくる運命を時にはねじ伏せて自分の思い通りに作り直していく、そういうことができるのが、人間なんじゃないかなと思うんですよ。私もね、ほっといたらどうしようもないドツボな人生だったかもしれませんが、それに目を向けないようにしていましたが、ある時ね、逆転のきっかけをいただいて今こうして暮らしている時に、10年前の自分にね、問いかけていきたいと思います。今やっとけってね、まさに今でしょうですね。アントニオ猪木にもらった闘魂ということにしましょうか。